エンベリザ・サルフィューリータの事故は、スズメ目ジロ郎ホウジロ族に分類される鳥類。中華人民共和国南東部、台湾、日本、フィリピン北部下記に、本州北部で繁殖し、陶器になると、中華人民共和国南東部、フィリピン北部へ南下し越冬する。本州西部以南では越冬する個体もいる。日本のみで繁殖する。全長13.5から15センチメートル。 翼ンチ2 1トル。体上面には暗褐色。体側面には褐色や海緑色の縦縞が入る。オハの色彩は黒褐色で、外側から2枚ずつのオハには白い斑紋が入る。中央オハの色彩は単色褐色で、う軸に沿って黒褐色の斑紋が入る。翼の色彩は黒褐色で、羽毛の外縁は泡褐色。や 大雨服の先端には白い斑紋が入り、静止時には2本の白い筋模様に見える。目の上下に白い輪模様がある。くちばしの色彩は青みがかった灰色。講子の色彩は単行褐色。オスは頭部や体うわつらは黄緑色や海緑色の羽毛で覆われる。仮面は黄色い羽毛で覆われる。目先は黒い。メスは頭部や体うわつらが 淡褐色、下面が炭鉱色の羽毛で覆われ、目先は淡褐色。青地と非常によく似ており、素人では見分けが困難である。繁殖期には標高400から1500メートルにある、開けた森林に生息する。植生は雑食で昆虫、種子などを食べる。カキは樹状で主に昆虫を、トウキは地表で主に種子を採食する。 繁殖形態は卵生。草の根元や地表から2メートル以下の高さにある低木の木の枝に植物の茎や枯葉などを組み合わせたおわ状の巣を作り、5から7月に1回に2から5個の卵を産む。死有交代で放卵し、放卵期間は約14日。ヒナは孵化してから7から8日で巣立つ。分布が限定的で生息数も少ないと考えられている。 純絶滅危惧、ありがとうございます。